皆さんね、ちょっとお聞きしたいんですけども、パラリンピックの競技を、ある程度私は理解してますよという方どれぐらいいらっしゃいますか。ルール知ってるよとかね、結構少ないですよね。来年にも2020年東京オリンピックパラリンピック開催されますので、ルールを知ってから競技を見るのとはまた全然違いますんでね、知らなくて見るのとでは。そうです、ね、今日はたくさん体験していただいて、しっかりと学んでいっていただければと思います。はい、今回はいろんな体験がございまして、体験教室がですね、全3回行われまして、その間、こちらの方でもスペシャルトークが全2回、行われますので、皆さんぜひ、楽しんで帰っていただければと思います。トヨタの販売店は2016年より大阪府様と包括連携協定を締結しまして、地域の活性化に向けて、安全安心、スポーツ振興であったり環境保全、などさまざまな取り組みを大阪府様と連携して行っておりまして、来年には、先ほどお話がありましたように東京でオリンピック・パラリンピックが開催されますし、トヨタ自動車はこの東京オリパラのワールドワイドパートナーとしてになっております。この大阪からもこの東京のオリパラを盛り上げていこうというようなことで、今回このパラスポーツをテーマにしたイベント、トヨパラを開催するということになりました。ありがとうございました。さあ、その芸人の、参加するメンバーご紹介したいと思います。どうぞ。どうも、はい、来たよって、ありがとうございます、来ましたよ。いっぱい来たね。たくさん集まりました。いっぱい来た。このメンバー、どこの、ブースに、行かれるかというのはちゃんと胸に書いてありますので、はい、でも前の子がもしかしたらもうちょっと近くで見たい可能性があるので。そうなん、はい、お嬢ちゃん、はい、ちょっと見たかった。あ、なるほどね、ごめんね、なんだ、言ってくれなきゃ。気づかなくてごめんな。今日はよろしくお願いします。モーキーのブラジルの人聞こえますか。はー、聞こえた聞こえた、ビビビビビビ、来た来た来た、やりました、初コラボ、奇跡が起きた。ちょっとさあ、それでは参りましょう、トヨパラスタート。よろしくお願いします。さあ、芸人さん体験コーナー、絶対勝った。スタート。Yeah!
ですね、なんと今日メダルを実際に、銅メダルのメダルを持ってきてる。うわすごい。うわ、皆さん見たことないね、パラリンピックのメダルでございます。ポケットに入れて。そうですね、ポケットに入れて。ポケットなんですか。あんまりちょっとあのもしよければ井上さんにちょっと。あ、いいですか。これがリオ、リオパラリンピックの 4×100 の時の銅メダル。いいな。井上さん、なんか音が聞こえますか。皆さん音聞こえる。え、オリンピックのメダルとちょっと違うんですよね、はいはい、芦田選手、実はこれ。なんでですか。パラリンピックのメダルは、あの視覚障害の人がそのメダルを分かるように中に、はい、なるほど、鈴が入っていて、でこれがあのオリンピックのメダルと違うところですね。あ、鳴ってる。鳴ってますね、確かに、ね、はい、あと、音はちょっと今、金と銀がないんで、比べられないんですけど、もうちょっと音が高くなるんですね。あ、金と銀の方が高くなる。音違うんの音。はあ、はあ、一回、首藤選手と、はい、あの船越英一郎さんのコラボで、はいはい、ちょっとあのちょっと貸させてですか、ね、はい、車椅子ダンスのダブルス。そうです、ね、だから、思うのが、そうです。感じたまま、戻ればいいんですね。そのカサスです。それのカサスの曲でいきます。カサスの曲で。カサスのスタンバイってこういうスタンバイ。そうです、これはもう首藤選手もこのスタンバイですから今。なんか不安そう。参りましょう。うまそうだな。火曜サスペンスです、どうぞ。すごい。めっちゃおもろい。わわわわ、お互いお互い追い詰めれるんだな。うわ、船越さん間違えた。犯人が追いかけてた。あ、出てきた。あ、これラストシーン。ラストシーンやさ。なんで閉じなったの。逆になった。クライミングって本当に足が動かない人も目が見えない人も、はい、腕が一本なくても足が一本なくても、で皆さんのように両手両足が使える人も誰でも楽しめるスポーツです。ぜひ一回やってみてください。すごいみんなとコミュニケーションがすごい取りやすいスポーツですので、ぜひよろしくお願いします。ここで今日体験できるとなると、ウィルチェアラグビーの衝撃体験、一回こう選手のみんなとこうぶつかった時にどれぐらいの衝撃を得られるのかっていうのを井上さんです。俺はまず省いてます、ね、これは井上さんしかいない。俺はまず省いてます。昔のファミコン。さあ、それでは参りましょう。どれぐらいの衝撃なのか、永井選手をよろしくお願いいたします。いきます、せーの、ドン。さあ、どれぐらいか。うー、どれぐらいか。うー、さあ、どれぐらいか。うー、おもうありますよ、全部あります。すごい、すごいです。胃がここまで来ます。胃がここまで来た。本当に。小三。Yeah!
オッケー、アドプ3番4番4番はい、このハイパーで行きましょう。はい、ストライクアウト、一番一番前に、はい、ストライクアウト、はい、一番楽しかったです。よかった、カレルカ、みんな元気に一つになれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ドンドン。参加していただきました、はい、芸人さんに登場していただきましょう。どうぞ、さあおいで。さあ皆さん、お疲れ様でございました。まずね、いろいろ聞いてみたいと思いますけど、はいはい、まず女と男、はい、風船バレーどうでしたか、体験してみて。いや、すごい楽しかったです。めっちゃ必死になって、あ、あるめっちゃすごかったですよ。障害を持たれてる方と、うん、健常者が一緒にできる、で、小さい子から大人までできる、うん、っていうのがもう素晴らしい競技だな。そうなんですよ、はい、よかったな、一番ね、はい、ほんでまあ、今日一日やってみてね、一つだけすごい情報が入ったんですよ、うん、おー、どうした、何ですか。あのですね、芸能レポーターの井上小構造です。あれ、小構造さん、小構造さんですね。あのですね、うん、石原さとみちゃんなんですけども、うんうん、これ絶対言わないでくださいよ、うんうん、実は、うん、先日、うん、高枝切りばさみ買ったんですが、うん、家に高い枝なかったらしいです。どうでもよ、これ絶対ダメですよ、これ。どうでもいい、絶対ダメ。いよいよ来年に迫った東京のオリパラ、ここ大阪の地から盛り上げていければというふうに思っております。さらにはパラスポーツを通じまして、障害者の方も健常者の方も老若男女すべての人々が輝き活躍できる地域社会づくりにつながっていけばというふうに願っております。そんなことを私ども大阪のトヨタの各社は少しでも貢献しお役に立ちたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は本当にありがとうございました。どうも小西社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけでございまして、最後は皆さんで記念撮影、はい、写真撮りたいと思いますので、撮りましょう。撮ります。はい、もう映る、大丈夫